ロペラミドは下痢の頻度を減少させる際に用いられる、蛍光死者薬の一つである。商品名ロペミン。胃腸炎、炎症性腸疾患、単腸症候群に伴う、下痢の治療に頻用される。セキリへの使用は推奨されない。一般に見られる副作用は、腹痛、便秘、軽眠、嘔吐、口内乾燥である。中毒性巨大血腸のリスクを増加させうる。 妊娠中の女性での安全性は不明であるが、有害であるとする根拠はない。授乳婦の服用は安全であると思われる。このオピオイドは、腸管からほとんど吸収されず、腸用量では、血液脳関門も通過しない。腸管の全動運動を遅くすることにより、効果を発揮する。ロペラミドは1969年に発見され、1976年から、 医学用途に使用され始めた。風皮水薬品モデルリストに収載されている。ロペラミドは各種の下痢症の治療に用いられる。これには、一食い性の急性下痢症、軽度の旅行者下痢症、過敏性腸症候群、調節所後の慢性下痢症、炎症性腸疾患に伴う下痢症、入りの手管等を用いた、癌化学療法時の下痢の治療が含まれる。 海腸人工肛門造設術後の排泄にも適応外使用される。赤痢、海洋性大腸炎急性増悪、細菌性腸炎の治療には用いるべきでない。ロペラミドはしばしば、ジフェノキシレートと比較される。2009年の臨床試験では、ロペラミドはジフェノキシレートよりも有効性が高く、神経系副作用の発現率が低率であった。 重大な副作用として、添付文書に記載されているものは、イレウス、巨大血腸、ショック、アナフィラキシー、中毒性表皮へ死誘解症、皮膚粘膜がん症候群である。発熱がある場合や治疗下痢の場合には用いては、ならない。リバウンドで便秘を起こす、可能性がある場合には使用は推奨されない。O157 やサルモネラ菌等、腸壁を突き抜ける。 可能性を持つ微生物による下痢に際しては、ロペラミドは一時治療とししては近忌である。症候性 C ディフィシル腸炎の場合は、毒素の排出がされず中毒性巨大血腸症に陥るリスクがあるので使用されない。ロペラミドを肝不全の患者が服用する場合は、初回通過効果が低下しているので注意が必要である。また、 進行性 HIV 感染症患者で、ウイルス性、細菌性中毒性巨大血腸症の起用のある、場合にも注意を要する。腹部傍慢が現れたら、ロペラミドの服用を中止すべきである。2歳以下の幼児、乳児への投与は進められない。6ヶ月未満の乳児及び新生児への投与は禁忌で、ある。腹部傍慢を伴うイレウスを発現し死亡した、症例がある。 これらの症例の多くは、急性赤痢、過量を投与、2歳未満への投与のいずれかに該当する。12歳以下の症に等にロペラミドを投与した、臨床試験の系統的レビュー及びメタアナリシスでは、3歳未満の幼児等で重篤な有害事象が発現していた。その研究では、3歳未満の幼児等、全身性疾患、栄養不良、 中等度以上の脱水、血小下痢を有する患者には投与禁忌とすべきとされた。1990年、パキスタンですべての承認用ロペラミド死者薬製剤が禁止された。ロペラミドは英国では妊婦及び授乳婦の服用は推奨されない。米国ではロペラミドは FDA の胎児危険度分類 C に分類されている。ラットを用いた実験では、 再帰形成は観察されなかったが、人での検討は十分になされていない。妊娠初期にロペラミドを服用した89名の女性を対象とした前向き研究では1000点以上は見られなかったが、症例数が少ないので十分とは言えない。ロペラミドは入獣中に分泌されるので、授乳婦の服用も推奨されない。 頻度が多いことが知られているロペラミドの副作用は、便秘、めまい、大きい、腹部痙攣である。稀に発生する重篤な副作用には、中毒性巨大血腸症、イレウス、血管性不臭、アナフィラキシー、アレルギー反応、中毒性表皮エシ症、スティーブンス・ジョンソン症候群、多形性後半、尿閉、熱中症がある。 ロペラミド過量を投与時に最も頻繁に見られる副作用は嘔吐、おうと、腹痛、熱感である。ロペラミドはオピオイドであるが、乱用の危険はないと思われていた。2012年時点では乱用の報告はなかった。しかし2015年に超高容量ロペラミドの違法使用が報告された。同報告内では、ロペラミドは、貧者のメサドンと言われている。 麻薬依存症、呼吸抑制、緊張病等の毒性が報告されている。薬物中毒治療施設に紹介された、ある患者は、1日あたり8 0 0ラムを使用していた。報告者は、ロペラミドは、多効感を生じさせる作用を持ち、どのように安易に多効感を得るかという情報があると述べている。高容量を用いた場合でも、乱用の危険性は、非常に低い。 前述の事柄に関して、ロペラミドは、致死量に近い容量で、鎮痛効果を発揮し、サルで、モルヒネ離脱症状を抑える効果があることが、発見された。ロペラミドを、P トタンパク質阻害薬と併用すると、ロペラミド炭剤よりもずっと少量で、呼吸抑制等のオピオイドの効果を確実に発揮する。ロペラミドは、ートタンパク質の基質であるので、 ピートタンパク質阻害薬を併用すると、ロペラミドの濃度が上昇する。ヒニジン、リトナビル、ケトコナゾール等がそれに該当する。ロペラミドは、他のピートタンパク質機質の濃度を低下させる。例として、サキナビルの血中濃度は、ロペラミド併用で半減する。ロペラミドは、腸の全動運動を減少させて、下痢治療効果を発揮する。そのため、 他の超運動抑制薬を併用すると、便秘のリスクが増加する。これらの薬剤としては、他のオピオイド、抗ヒスタミン薬、抗精神病薬、抗コリン薬が挙げられるが、それに限らない。ロペラミド分子の構造ロペラミドは、オピオイド受容体作動薬であり、大腸のアウエルバッハ神経層に存在する、ミュージュ容体に作用するが、血液のおかんもの通過しないので、 それ自身では、中枢神経系には作用しない。モルヒネと同様の基準で腸筋神経層の活性を低下させ、腸壁の重層及び臨場ひらなめ筋を主観させる。このことで、腸管内での内容物滞留時間が延長し、より多くの水分が吸収される。ロペラミドは、腸管の運動を抑制し、胃大腸反射を減弱させる。ロペラミドは、 ピートウタンパク質で組み出される気質である。そのため、血液脳関門で遮断されて、中枢神経系が暴露を免れ、中枢への影響や依存性の問題が回避される。キニジン等のピートウタンパク質阻害物質を同時に服用すると、ロペラミドは血液脳関門を通過する可能性がある。ロペラミドとキニジンを併用すると呼吸抑制が起こり、 これは中枢にオピオイドが作用していることを示唆している。ロペラミドはマウス、ラット、赤毛猿を用いた前臨床研究で軽度の身体的依存を形成した。ロペラミドを長期投与後突然断薬すると軽度の離脱症状が観察された。米国で承認された当初はロペラミドは麻薬であると考えられ、規制物質法でスケジュール2に指定されたが、 1977年7月にスケジュール V に移行され、1982年11月に規制解除された。ロペラミドは1969年にベルギーでジフェノキシレートとフェンタニルに続いて発見された。ロペラミドの最初の臨床試験の結果は1973年にジャーナルオブメディシナルケミストリーに掲載された。 疑薬対象臨床試験は1972年12月から1974年2月にかけて実施され、1977年に英国消化器病学会編集のグートジャーナルに掲載された。1973年に米国で特許が取得され、同年から販売開始された。FDA が承認したのは1976年である。 特許は1990年1月に執行した。1988年3月には、米国内で一般用医薬品として販売開始された。1980年代には、ロペラミドドロップとシロップが存在しており、市として商人を対象に販売されていたが、パキスタンでイレウスが18例発生したことが、風から報告され、1990年に、 市場から回収された。その後、1990年から1991年にかけて、多くの国でロペラミド含有製剤の承認への使用が制限された。1993年11月に、在ディス技術を用いたロペラミドの高校法会場が上司された。1997年6月には下痢及び法費を、 治療対象とするシメチコンとの配合剤が FDA に承認された。2013年にはロペラミドの 2mg 状が風皮水薬品モデルリストに加えられた。ありがとうございます。